夜のお散歩なのですが、はい、スーちゃんかなり長距離をもうランちゃんと一緒に歩けるまでになりました。ちょっと夜中でね、映りが悪いですが、はい、ですね、今日は川べりを結構長距離歩いてまいりました。先ほどちょっとフラッシュの焚き方が分からずに、録画していませんが、もうこれはもう家に近くまで戻ってきたんですけど、すーちゃんもついに今日からランちゃんと一緒の散歩解禁です。もう足はすっかり治りました。ただですね、暴れん坊ランプちゃんと一緒にすると喧嘩した時に負担が大きいので、まあしばらく部屋は別にしておきますけど、このようにすーちゃん完全に治って長距離を平気で歩くようになっております。皆さんのおかげです。ありがとうございます。そしてすーちゃんもよく頑張りましたね。すーちゃん頑張ったねー。